かなかやっぱこの暗さっていうのは、こうやって画面越しで見ると全然いいかなって思うけどね、光は全然入っとるというの難しいな。結局干ばつの意味合いってあのもう光が入ればいいもんね。光が入って木が成長すればいいっちゃろ。そう、下の木が成長すればいい。下の木、この下層部分の、あれが言ったら高層部分、中層、下層だって、うん、あの高層だけだとそこから雨が降ってきたら泥が流れる系で、うん、間伐して光を入れて、うん、一歩一歩の成長を太くするのと、こいつら地面に入るやつ、こいつらとか草、うん、もう生やして、うん、あの泥とかが流れるのを防ぐってこと。そうそう、水質保全的なのがもう目的の一つやから。ちゃんと勉強しとるやんさすが大卒。うん、そうです、大卒ですyou
が結果往来、結果往来で今のがその大学で教わったってやつ。ああ今のは大丈夫、今のはいいっちゃ。それ知れたから。え、しょ、今のはあの芯からかかってしまったら、うん、やっぱヘディングレバーを使えて、うん、もう技術で取れるならみたいな感じで取り寄った。でそれを習った。だけ今のその両、そうそうそう、真ん中だけ残して、ツルの両脇を切って、うん、真ん中を残してってことよね。そうそう、ツル全部いってしまったらやっぱほら挟むわね。うん、挟むし落ちたりするやん。そしたら、うん、こうなってたのがこうなったりするやん。こうこう。なるほど、今んとはいっちゃね。いやこんなん、あ、こっち来た方がいいね。切るなら、まあこの曲がりやけど、後ろも空いとるしな。それだったらその今両端の後ろかなーって思うけど、それ切れば結構光は入ると。これをこの割り糸を残しても。まあそうなったよね。割り糸残すよかね。割り糸切って山作った方がいいもんね。そうそうそう。山を作るなら そっちの方が、うん、いい。やっぱ持ってる持ち主は嬉しいし、よかとこ間伐するよりかは、だと場所的にはこっちあっちけど悪さで言えばこっちっていう。たらこれ一本だけ鳴らせん、そうやってグワーってグワーって開くよね。難しいからね。だから開いた後ろはもうこうやってすずれとるけね。うん、まあまあ、うん、どうなっちゃろ。いや、これも悪いね、大概。あ、じゃあ、こっち悪い方か。あー、寒い。いや、こっち切ろうかな。あー、やっぱそっちの不定圧切った方が。不定圧切る。こっち空いとるけね。やっぱ動画じゃわからんね。